NTT ドコモは2010-2011冬春モデル新商品発表会において Android 2.1 搭載のシャープ製 3D タッチパネルスマートフォン LinksLINX3DSH03C を発表しました。このモデルでは視差バリアと呼ばれる縦縞のバリアを重ねた 3.8 インチ 3D モバイル液晶を搭載し、裸眼による立体視が可能となっています。こちらの 3D Linux3D には例えば静止画ですとか、あと動画ですと初音ミクのプロモーションビデオですとか、あとはゲームのアプリケーションというのも入っていますので、買ってすぐにいろいろなアプリコンテンツを楽しむことができます。その他にもお客様で撮っていただいた静止画の3D 変換をできたり、あとはですね、ワンセグも 3D で変換して閲覧することができますね。Linux3D ではソフトウェア処理により 2D 画像を 3D に変換することもできます。また 2D と 3D 表示はワンタッチで切り替えることが可能です。今後はスマートフォン向けアプリの配信を行うドコモマーケットにおいて Linux3D で楽しめる 3D コンテンツの提供も予定しています。その他の機能というところでは、お財布携帯に今回対応しているというと、先ほども申しましたけれども、ワンセグにも対応してますので、これまで今までスマートフォンにあまり入ってなかった機能というのが、今回の Linux3D には入っていますので、今までちょっと i モード機からスマートフォンに移るのを躊躇されていたようなお客様でも安心して使っていただけるような便利なスマートフォンになっています。カラーはフェアリーブルー、ピュアホワイト、インクブラックの3種類。発売は12月予定です。2011年春には Android 2.2 へのバージョンアップを予定しています。